のためだけしか頑張りたくないんだ。この辺まで安全だから、ちょっと詰めてもらってもよっしょうか。お願いします。後ろの方から覗かれないようにディフェンスをお願いいたします。頼むぜ。あ、どうしようかな。でも気になるね。こういう微妙な2列目の隙間埋めてもらえね。そう、若くて来づらいの分かるけど、大人の階段を渡ろうぜ。いやいや、ありがとう。しかも見て、ほら、まだ向こうから見てるカップルいるじゃん。ほら、あの外人見えるよって。腑に落ちなくね。いつもラブラブしてるカップルが後ろでこれベタベタしてんだぜ。こんなの絡んじゃって。いや、俺さっき言ったじゃん、免停食らったって話。だけど俺日本語超うまいんでしょ。これ母国ないんだよ。これ外国語だぜ。しかも去年漢字検定2級だよ。で、拍手いらない、受かんなかったしね。さあ、でもチャレンジしたんだぜ。しかも知ってる、今俺マジック教室通ってんの。先生知ってるかな、マギーシロー。すごいでしょ。いや、弟子じゃないよ、月謝払ってるよ。しかも毎月6000だよ。しかも行かなくても自動で口座から引き落としだぜ。恐ろしくね、日本の月謝制。ちょっとこれ確認してもらう。へえ、ユー、ごめん、絡んじゃって。またさっきみたいに、これ触ってみてもらっていい？ズルしない、確認汚いだろう。え、この汚いスカーフを使ってマジックやるよ。みんなも覚えて書いてってほしいんだ。忘年会、新年会、何でも使えるよ。会社の営業でも使ってみ。 OK、 よく見て、この汚いスカーフ、今から左手に詰める。よく使ってみて、詰めるよ。ワン、ツー、スリーでどんどん詰めていく。 OK、 で、大切なのは詰めたスカーフを右手に打つこと。 OK、 パワーを送るよ。ほら、分かる？スカーフ何もしてないのに動いてんの。これ風だよ。 OK、 ワン、ツー、スリー、詰めた。お、込みよ。パー、瞬間移動、すごくね。今まで映っちゃうんだよ。ちょっと早くて分かんなかった。じゃあもう一回見せる。よく見て、ワン、ツー、スリー、パー、戻した。言ったじゃん、これがマギー四郎のクオリティだぜ。OK、 じゃあ聞くよ。ヘイ、連れてる。ヘイ、お姉様、どっち？これ正解です。じゃあ彼氏は？仲いいね。ファイナルアンサー。ごめん、恥ずかしいのも付き合ってくれる？ファイナルアンサー。本当？ライフラインまだ残ってるよ。本当？ないぜ。すごくね、拍手ちょうだいよ。期待しなかったし、こっちももともとないぜ。もっと拍手ちょうだい。すごくね。見て見て、ほっ、ふっ、ふっ、うん、ありがとう、その拍手。知ってる？さっきやった子供に来たねって言われたよ。マジ嬉しくて指が突然でっかくなるぜ。イエーイ。こういうネタ好きなの？早く言ってよ。実際みんな見てないでしょ、俺のトランプ。見せるよ、久々に。OK、 いろんなトランプあるけど、基本的にはカードを消すか出すかなんだ。ごめんなさい、お兄さん、このトランプ切ってもらっても平気？ いいよ、ごめんね、絡んで。OK、 YOU、 これ切ってもらえる？投げるから。いくよ、日本語平気？いくよ、ワン、ツー、スリー、フー。ありがとう。今のフック最高だった。もう一回付き合ってくれる？いくよ、せーの、フー。ありがとう。やりすぎ注意、たまに逆ギレされるぜ。OK、 ありがとう、ごめんな。早速一輪車乗りもお待たせしました。 OK、 あの、今日本当に皆さん来てくれた方たち、俺全く普通の大道芸やってないよね。もしみんな時間があって見たければ、ちょっと拍手ちょうだい。本当、ごめん、話すかな、やめとくね。ちょこっとだけだよ。 OK、 まあいろいろあるんだけど、まあ、最近僕のお気に入りはこの3つなんだ。とりあえず期待してる人、はい。ごめん、同情でもいいから、そこ手挙げてくれる？そっちも頼むぜ。期待してる人、はい。期待しないで、ただ楽しんでほしいだけ。 OK、 イマジネーションチェック、まずは2つからね。3つ増やすよ。ワン、ツー、スリー、3つ。大丈夫、子供ズルに気づいてないから。 3D 立体です。ズルがバレる瞬間。道路横断、応用系だぜ。さらに体を使ったことは、まあ、リフティング、まあ、バージョンはいろいろあるよ。こう3つ組み合わせてみたりとか、もっと難しいのは、まあ、手をクロス。これピンクが追いかけてるよ。一瞬だから見ててみて。もっと難しいの、ほっ、お、できた、ナイス。へい、くるっと回ってキャッチ、指の上。おや、ありがとう。あの、一応言っとくね、乗ったら今みたいな拍手絶対忘れないで。俺のキャラ本当に拍手来ないからさ。OK、 じゃあ一輪車乗りましょう。お待たせ。よっしゃ、火をつけて一輪車。 OK、 わかるかな、これ燃えてるんだけど、熱いの分かる？ありがとう、子供。そこまで言ってなかったと思うけど。でも全然いいよ、知ってる？先週やったら曇りの日、子供があったけって言われたんだぜ。ありえなくね。どうしよう。ヘイ、チワワ、これ熱いのちょっと分かる？ちょっと手伝ってくれる？ヘイユー、皆さん拍手で迎えください。イエー。ごめん、デート中。あ、それ荷物彼女に預けといてくれる？お、やる気満々じゃん。ありがとう。ごめんね、デート中公園に来て変な外人に絡まれて。
急いでくんね。君が考えてるほどみんな暇じゃねえよ。君ちょっと持っていい？高く上げて。名前は？ん？ OK、 ジャニーで行こうぜ。悪いわ。ジャニー、左足、左手腰、左手腰、そう、ナイス。右足こんな感じ、ナイス。ジャニー、今度下げる。ヒーダウン、足逆。 OK、 ナイス。カウントアップ、イエー。かっちゃいじゃん、君。手拍子、ホー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 、カモン、ジャニーラスカ、ジャニー、ツー、スリー。下げて、投げて、ポーズ。なんとかなるよ。じゃあやり方教えるよ。手を上に上げといて。説明中それのポーズ忘れないで。やり方簡単。松明持つ。ふわっと投げて、ふわってキャッチ。オッケー。ポイントは、なんとかなるよ。メラメラアチチ。オッケー。そう、危ないと思ったら、まあ、こう、うまくやってくれる。そう、熱いのつかむな、それだけ。もうちょっとアドバイスね。2回転やめよう。危ないから。オッケー。あと、徹底的なこと言うね。感じだから。オッケー。もしこう来て、やばいって思った瞬間には逃げろ。これ唯一言える。考えるな、感じろ。OK、ブルース・リーだぜ。とりあえずそれで俺今人生生きてるよ。OK、成功した。うわー、一緒に大スターだぜ。どう頑張ってみる？ハイファイブ、メン、イエー。超汗かいてんじゃん。普通だって。OK、ジョニー、結構子供たちね、ほら、こう腕組みしたら睨みつけて、みんな期待してるんだ、ここ持ったらどうなるかって。いやいや、やめろよ。あの、やってもいいけど自己責任ね。俺関係ねえよ。ジョニー、これしてる？オッパッピーとこういうの、ウィーとか、もう一回言ってさ、ウィー、付き合ってくんねえの？OK、まあ、とりあえず頑張ろう。見て見て、彼女もデジカメ準備してるぜ。Yeah、ナイス。OK、成功したら大きな拍手ね。大丈夫？顔がすげえ硬いけど。もっとリラックス、リラックス。OK、一応気づいたけど、サンダルね、ちゃんとフットワークよくしないと足燃えるからね。OK、行きましょう。わぁ、なんかさっきの元気なくなったね。ださっきなんかもうこんな感じだったよね、ジャニー。大丈夫？こう、ふわって待ってりゃ帰ってくるよ。行きましょう。わぁ、トゥー、スリー。ちょっとごめん、もう一回やろうぜ。ちょっとごめん、火小さい時から大きく。ほら、俺ちっちゃい火なんだ。中途半端すぎて。OK、貸してもらっていい？そしてふわってキャッチね。ちょっと見せてもらっていい？はい、どうぞ。これみんな喜んでんじゃん。OK、成功したら拍手お願いします。リラックスね。ワン、ツー、スリー、ふわっと。逃げろ！ナイスよ、OK。いや、ジャニー、早く、地面燃えてる、地面燃えてる。ジャニー、そんな気合いでなく、手を上に上げといたらいいよ、手を上に上げて。ジャニー、してる？下にすると君の T シャツすぐ燃えるよ。こんな感じ、ふわってキャッチ、できるよ。また油消えた。ジャニー、どんどん新しいのそっちに来るよ。OK、こう、リラックス、ふわって。何？あ、ほんとだ、燃えないとこ燃えてんね。早く決めようか。OK、でもみんな超喜んでるよ。見てみ、みんな超キラキラしてるしね。リラックス、ワン、ツー、スリー、ふわっとキャッチ、逃げろ。ジャニー、なんでこう全身で投げてんの？手首で回すんだぜ。大丈夫、早く決めてほしいんだけど。どうも気にしなくていいよ。リラックス、自分の世界入って。 OK、 ワン、ツー、スリー、ふわっとキャッチ。もう一個行こうぜ。俺ここで待ってるから。乗るかするか、300万。俺の注射気をつけて。あれスポンジだからよく燃えるからさ。最後ってないよ。できるまでやろうぜ。だって知ってる？俺1週間話し相手いないんだぜ。ふわってキャッチできるよ。リラックス、ふわってキャッチ。すげえよね。いや、すごいよ。すぐ誰もやんないよ。今が本番。自転車登ったら松明を渡してくれる。この辺に立って、この辺に立って両方高く上げといて。これも持ってほしいんだ。 OK、 登ったらこれ渡して、 こんな感じ両方高くしといて。 OK、 悪かったね、意地悪して。いや、こうだよ。で、普通誰もやんねえよ。ナイスガッツだよ。今度俺が頑張れば何かの出会いだから、愛情を持ってこれ投げる。今みたいにパッパッパッとってジャグリング。分かった？ジャニーのファイヤーショー。ジャニー、結婚はしてる？マジで？ごめんな。とりあえずいいこと一つあるよ。もしうまくお手玉できたら、明日からここで一緒に仕事しようぜ。あと投げるか取る、右手に優しくいくから。いくよ。ワン、大丈夫？トゥー、やる気満々だぜ。持ち帰ってるし。ごめん、意地悪して。今度逆にね、こういう緊張感で俺に向かってこの松明投げてほしいんだ。